はい、これも昨日来ました。来ました。文鳥くんですね。今も文鳥そろそろですね、5月いっぱいで大体、春シーズンがもう終わるということなんですけどね。もううちもあまり色変わりが入ってこなくなりました。もう一回入るかどうか、まあ難しいかもわかりませんね。これが最後の文鳥に。10月までですけどね。何ヶ月間ぐらいですかね。そうするとまた新しい雛が入ってくると思いますけど、これ桜文鳥ですね。今ちょっとお腹が減ってる時間だと思いますね。ほら、これ邪魔してる。これが、ね、餌やろうとしてね、これ飛んできました。これ自分も雛なんですけどね。あげるからね、最後のご飯を今日ね。先ほど取ったあの3羽もお腹空かしてるみたいですね。近くの箱から私の方を見上げてます。はい、じゃあご飯にしましょうかね、そろそろ。